作戦時間内に敵機および敵拠点を可能な限り多く破壊してください。こんにちは、サナエです。こんにちは、ハシルバフス。出撃する機体を選択してください。今回のマップはイルファストになります。出撃する機体を選択してください。視聴者の皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくっす。出撃準備完了、発進してください。6番ハシルバ、出るっす。現時点をもって待機命令を解除、全軍出撃せよ。ガルさん、お兄さんとは楽しく過ごせたんですの？楽しかったっすよ。やっぱり家族はいいもんすね。ジルとミリーって子も一緒だったっすよ。ジルとミリー？男の子と女の子ですの？そうっすね。まだ年派もいかない子たちっすよ。兄貴がその子たちを預かって、というよりは兄貴がその子たちの家に居候してたっす。居候ですか？なんでまた？その子たちの両親はこの戦争で亡くなって、お姉ちゃんしか家族がいないんすけど、そのお姉ちゃんも仕事で出かけたっきり、ずっと帰ってこないんすね。それでお兄さんが面倒を見ているんですか？そういうことみたいっす。お兄さんはお子さん思いなんですのね。まあ、兄貴が死にかけた時に助けてくれたのがジルとミリーっからね。そうでしたね。以前、ガルさんがお話ししてくれたのを思い出しました。だけどね、カナエちゃん、ジルとミリーが僕に言うんすよ。時々、お姉ちゃんの叫び声が聞こえるって。そうなんですの？どうしてかしら。いやー、わからないっすけど、何度も聞いてるらしいっす。それも、ただの声じゃなくて、あー、という叫び声なんだとか。どうして、そんな叫び声が聞こえるのでしょう。お兄さんは、叫び声を聞いてるんですの？いやー、兄貴は、聞いたことがないって言ってたっす。変ですわね。どういうことなんでしょう。とにかく、子供たちが怖がって、しょうがなかったっすよ。でも、お姉ちゃん思いの、とってもいい子なんす。ガルさんは、ジルとミリーのような子が、欲しいのですか？そうっすね。元気な子ならオッケーっすよ。私たちなら、きっと元気な子が。そういえば、サナエちゃん、この前は悪かったっす。ええ？いいんですの。私は気にしてないんですよ。本当っすか？ならよかったっす。そう、あれは舞台イベントの時のちょっとした行き違いだったのです。出撃準備完了、発進してください。ザク 2FS、 ハシルバ出るっす。現時点をもって待機命令を解除、全軍出撃せよ。2013年末、舞台灼熱のマンピーで録画イベントを行ったのです。そう、この時はいつも通り楽しかったのですが、1回目のマップはジャブローになります。出演する舞台員の皆さんはスレイヤーさん、永久のイカンさん、アルザさん、ゴーイチさん、シーアヤさんとなります。あら、あらら、これはなんて可愛らしいクマさんなんでしょう。ベアッバイって言うんすよ。ベアッバイ？スレイヤーさん、シーアヤさん、アルザさんはベアッバイっすね。永久のイカンさんは、ゲルググキャノンっす。お願いします。自軍戦力ゲージが残り 30% 以下です。ありがとな。自軍エース機が撃破されました。1回目は、スレイヤーさんを中心に動いてるっす。
見せてほしいもの。スレイヤーさんは YouTube で生実況を映してるので、この戦場のスレイヤーさん視点の動画を見てみると面白いと思うっす。この動画の概要のところにリンクを貼っておきますね。ありがとう。レーダーを置いた光一さんが再び回復に戻ってきてくれたっす。敵拠点を集中的に攻撃。本拠点 Y の防衛をお願いします。そしてマタクマさんがいっぱい。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。敵エース機の撃破に成功しました。このようにいつも通りにイベントが行われていたのです。この時まではありがとな。拠点の制圧が出撃準備完了、発進してください。ザク 2FS 走るバベルっす。現時点をもって待機命令を解除、全軍出撃せよ。2回目のマップは暗礁中域になります。出演する部隊員の皆さんは、スネークわらわらわらさん、ヤンヤヤーさん、星熊遊戯さん、アルザさん、光一さんとなります。このマップでみんなを映すのは大変っすね。宇宙ですと高低差がありますものね。そうなんすよ、サナエちゃん。まあ、できるだけ映るように頑張ってみるっす。指揮官からの指示です。宇宙でもクマさん、星熊遊戯さんとランデブーっす。他の方たちはスネークわらわらわらさんとアルザさん発見っす。光一さんもいるっすね。どなたか修理していただけませんでしょうか。ありがとう存じます。指揮官からの指示です。敵機捕捉。ヤンヤヤーさん、修理感謝っす。ありがとな。どうもー。びっくりしたっす。何しに来たのです。いやー、宇宙はふわふわしますねー、マリサ。そうなのジョレイム。ふわふわすると、心もふわふわしますねー、マリサ。そうなのジョレイム。心がふわふわすると、いろいろ邪魔したくなりますねー、マリサ。そうなのジョレイム。あなたたちは何を邪魔しに来たのです。まあまあサナエちゃん、怒らなくても。いやあ、二人の邪魔をすると楽しいですねー、マリサ。そうなのジョレイム。あなたたちが来るとなぜ邪魔になるのです。敵エース機の撃破に成功しました。またまた分かっているくせに、マリサ。そうなのジョレイム。まあまあサナエちゃん、怒らない、怒らないっすよ。これを怒らずにいられますか。サナエが切れる前にドローンしようか、マリサ。そうなのジェレイム。それじゃあドローン。でも後半に続くよ。なんだったのです。まあまあ今はイベントに集中するっすよ。こんなところに永久の遺憾さん。一時的にレーダー機能が停止します。シーアヤさん、修理するっすよ。自分本拠点 X の防衛をお願いします。2回目はこんな感じだったっす。残り 30% 以下。助かりました。ありがとう。出撃準備完了、発進してください。出会った、走る場出るっす。指揮官から現時点をもって待機命令を解除、全軍出撃せよ。
3回目のマップは、ベルファストになります。出演する、部隊員の皆さんは、ダニャーさん、シーアヤさん、ヤンヤヤーさん、A 級のイカンさんとなります。また霊夢たちが、来なければいいのですが。まあまあ、サナエちゃん、結構楽しいじゃないっすか。そうでしょうか。ああいうのには、ビシッと言わないと、ダメなんですのよ。ギャルさんからも、ビシッと言ってやってください。僕は楽しそうで、いいと思ってるっすけど。ギャルさん。こういうことは、私からよりも、その方から言っていただいた方が、効果があるのですよ。僕はいいと、思うんすけどね。シーアヤさん、修理するっすよ。ヤンヤヤーさんは、修理は大丈夫っすね。連邦に入れてやるものなど何一つない。敵エース機の撃破に成功しました。侮りすぎた。ガナーさんも、修理はいらないっすね。ドロン。わあ、またドロンしたら、こんなところに出てきてしまいましたよ、マリサ。これは想定外だったのぜ、霊夢。あなたたち、また来たのですね。ガルさん、ビシッと言ってやってください。いやあ、霊夢ちゃんもマリサちゃんも、楽しそうっすね。処理、頼まれてくれないか。ガルさん、ひどすぎます。あれ、まずったっすか？完全にまずりましたねー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。サナエちゃん、そんなつもりはなかったんすよ。もういいんですよ。サナエちゃん。ラルさん、やばいですねー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。みんないなくなったっす。A 級のイカンさん、修理するっすよ。やばいっすねー。乙女心は、難しすぎるっすー。攻撃兵器が設置されました。よーいしょっと。レイムちゃん、マリサちゃん。呼ばれて飛び出て、じゃーん。呼んでないけど、戻ってきてくれて嬉しいっす。サナエを連れてきてあげたのねー、マリサ。そうなのぜ、レイム。サナエ、早く戻った方がいいのよねー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。3回目は、こんな感じだったっす。以上、霊夢とマリサ改め、見事なものだな。ゆっくり笑顔の、輝くの二人でした。出撃準備完了。発進してください。ザクツー FS、走り場出るっす。現時点をもって待機命令を解除。全軍出撃せよ。最後は、回線不調で、出れなかった。マーク3さんのために、もう一度。マップは、オデッサ鉱山基地となります。出演する、部隊員の皆さんは、マーク3さん、光一さん、ダニャーさんとなります。サナエちゃん、ほんとごめんっす。全部、僕が悪かったっすよ。そんな顔されると、寂しい気持ちになるっす。僕の好きなサナエちゃんは、もっと明るくて、元気で、素敵で、可愛い子っすよ。ガルさん、今なんて、なんて言ったんですの？いや、大したことは言ってないっすよ。ものすごく、大したことを言っていましたよ。でも、今日はこれで十分です。いつか、またおっしゃってくださいましね。いやぁ、サナエちゃんの機嫌が治って、よかったっす。サナエちゃんがいなくなった時は、どうしようかと思ったっすよ。先ほどは、気分転換に、簡単なお仕事をしてきましたの。あの短い時間にすか？はい。さすがサナエちゃんっすね。さすがサナエ。わぁ、またですの？呼ばれて飛び出て、じゃん。呼んでませんよ。二人が仲直りできて、よかったですねー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。これで私たちも、本格始動できますねー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。以上、ゆっくり笑顔の、
輝くの二人でした。ゆっくり笑顔の輝くの二人。ああ、二人の新しいコンビ名だったのですね。以上が舞台イベント及びナルさんとの行き違いでした。そういえばさなえちゃん、子供たちが言っていたお姉ちゃんの声なんすけど。はい、さっきも言ってましたね。どうもここの近くでよく聞くそうなんすよ。そうなんですか。もし今聞こえたりしたらちょっと気持ち悪いですね。兄貴は聞いたことがないって言ってるっすから、それはないんじゃないですかね。敵エース機の撃破に成功しました。今、なんか聞こえたような。敵エース機の撃破に成功しました。さなえちゃんも聞こえたっすか。ナルさんも聞こえたんですのね。はっきり、ああ、聞こえたっす。わ、私、この手の話は苦手なんですの。こんな真っ昼間から。さなえちゃん、僕がついてるっすよ。あまり離れない方がいいっすよ。うん、ナルさん、あなたも、もしかして、苦手なのでは。そんなことはないっすよ。それより、今それどころじゃないっす。ナルさん。まだ終わらないっすよ。もう一機、来ていますよ。了解っす。これは、奥の手を出すっす。ドロイさせてもらうっすね。あらら、月際も大事っすよ。自軍モビルアーマーが破壊されました。自軍エース機が撃破されました。攻撃を今戻ったっす。今が後期です。ナルさん、お帰りなさい。そして、お見事です。もう時間がないっすね。各部隊攻撃を。あとはあそこの依頼処理でもするっすよ。最後の追撃ってやつですのね。そう、やつってことっす。補給機の破壊に成功しました。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。各部隊攻撃を。今が後期です。この程度で被害。我が軍の敗北です。速やかに撤退してください。この戦闘の戦績報告です。苦手なベルファストでも成績のいい時ってあるんすね。個人評価の報告です。まあ、ずっとイモイモしてたっすけど。昇格おめでとうございます。これからも頑張りましょう。お前はよくやった。それよりラルさん、さっきの声は。わあ、必死に忘れようとしていたのに。ラルさん、やっぱりすごい戦果を上げています。それでは皆さん、この辺でご視聴ありがとうございました。